こんにちは、平山茂です。今日は8月11日、水曜日でございますね。現在時刻は5時18分でございます。さあ、皆様、本日、お仕事という方、本当にお疲れ様でございます。そして、もうお盆休みで、家でゆっくり過ごしたよ、お出かけしたよという方は、本当に、それはそれでお疲れ様でした。さあ、私、今日はですね、久しぶりに、2ヶ月ぶりぐらいに、地元緑区にございます大高緑地にやってまいりました。今日はちょっとこちらでまた、撮影しようかなと思っております。昨日の動画見てくれた方はね、ちょっとわかるかもしれないんですけれども、マイクが届きました。じゃじゃん、 Amazon で買った込み込み5000円でございます。こちらもセットです。ちょっとだけ紹介しますよ。まあ、こういう三脚にもなって固定することもできますよ。でさらにいいのはここ首も振ります。スマホの角度、まあスマホに限らずね、デジタルカメラ、ビデオカメラ、こう角度が変えれますと。さらに一番いいのがですね、伸びるんです。これがすごい。これなかなかないですよ。この伸びるっていうのはあんまりないです。で、ここをね、折りたたまれてるので、こう、カシャン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 ってやると、ここにスマホ挟めますよと。ね。で、ここに、挟み込みます。スッと。このような形になりますね。はい。という今はね、全くノーマルの状態です。iPhone 本体のスピーカー、まあ、マイクですね。マイクに直接こう、録音してるような状況なんですけれども、ちょっと、今日は外で、実際にね、この風防マイク、このアマゾンで買った5000円の、こちらが、使えるかどうか、試したいと思います。まあ、使えなくても使います、これから。マイクが、良かろうが悪かろうが、今後も使っていこうと思っております。こちらの商品のリンク、アマゾンのリンクは一応、説明欄の方に一応貼らせていただきます。まあ、商品の紹介動画ではございません。はい。では、早速、行ってみましょう。うん、暑い。いや、久しぶりですね。また緑が青々と。いや、自撮り棒いいですね。ちょっと今さ、20センチぐらいビヨンと伸ばした状態で撮ってるんですが、いいですね。この場所はね、以前謎の芸術家さんがいたところなんですけども、あとね、ワンちゃん連れたね、お母さんとか、ああ、やっぱ綺麗ですね。もう5時、結構ね、暗くなってきて、空も曇り空なんですけど、結構明るく撮れてますね。実は今はマイクは使ってません。iPhone 純正の音で撮っております。ではちょっと実際に風防マイク使ってみましょうかね。じゃあちょっとこれを挿します。さあ、今マイクを使った状態ですね。マイク使用中でございます。ちょっと実際撮ってるこの今の段階では僕は全く状況は分かりません。音の違いがありますでしょうか。マイク自体は今自分の方、僕の方を向いているので、まあ、僕の声を中心に撮ってるとは思うんですが、周りではね、僕の大嫌いなセミが結構鳴いてるので、セミの音が聞こえるかどうか。はいはいはい。セミさん鳴いてますよ。いやー。相変わらず大高緑地公園はいいですね。まあお昼はね、多分人たくさんいたと思うんですけど、今はそんなに人もいらっしゃらないのでね、自由に撮影ができております。いやー、いいですね。大丈夫ですね、大丈夫ですね、本当にね。あ、
今は風が吹いてます。結構風があります。どうなんでしょうか。マイクチェックしましょうかね。ちょっと車に戻ってマイクチェック、マイクチェック。マイクチェックしました。ちょっと違うかなっていうぐらいですね。実際今日はですね、昨日と違ってほぼ風がなかったので、このボーっていうところの比較が全くできなかったっていうところですね。あと実際景色を撮った後にこう斜面をね、走りながら下るシーンがあったと思うんですけど、そこは音声が途切れてましたね。なんかブツブツと。なのでまあこう多分走ってたので、こういろいろ接触の部分でよろしくないのかもしれないですね。だからああいう時はもう使わない方がいいのかもしれません。まあ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 大丈夫ですね。大丈夫大丈夫。5000円の価値はある、そう思います。ということで今日は小高緑地公園から久しぶりにお届けいたしました。あとね、商品もこういう形でまたね、ちょっとバージョンアップしましたから、今後の撮影なるべくこうノイズとかね、雑音ですね、雑音が入らないように心がけていきますので、これからもよろしくお願いいたします。大丈夫大丈夫、うん大丈夫だ。あなたも大丈夫ですからね。あなたも大丈夫なのだ。というわけで今日はこの辺りでお別れしたいと思います。平山茂でございました。それではまた明日お会いしましょう。おやすみなさい。また明日。